長、はい、今回は私のふるさと群馬県にやってきました。来ましたね。群馬の夏どうです？暑い。あと突然雨が降る。今回はなんと、はい、初の潜入調査でございます。来ました。潜入調査。そう、大和発動機24畳のボートモーターを、まあ、下ろしてるところなんですけど、そうなんですよ。ここで製造されて24畳に分配される。ここで作ってんねや。そうですよ。でも来ることないですよね。僕はですね、34年前に一度訓練生としてここに訪問してます。社会見学みたいな。社会見学小学生みたいに言わんとってくれる。今日はこの大和の帽子を、これ、ね、借りしまして、これ大和さんの帽子。そうなんですよ。大和って書いてあるわ。本前は挨拶してみましょうか。はい、行きましょう。はい、ここで作ってんねや。ねー、こんにちは。すごいですよ。何ですか？ウェルカム野添探偵社様。いや、本当だ。ウェルカムボード。本当やね。作ってくれたんですか？そうですね、準備させて。そうでしょ。こんな歓迎されてね。いや、なかなかないですね。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は案内してくださるということで、川原さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この方、はい、行きましょう。こっちちゃうんや。敷地も広いですね。そうですね、全国のボートモーターを製造させていただいてますので、もう34年前の、ね、では、はい、建て替えてますね。あ、そうですね、はい、新しいの。この木材とかはボートのあれなんですか？そうです、そこにある木材が全てボートで使用される木材になってます、これが、はい、これがボートになるの？この木材自体は材質が違うとか？材質違いますよ。あ、はい、そうなんですか。ちなみにこれ変えてますけど、あ、本当や、ほら変えてるですね。原材料から、原材料を入れていただいて、ここからボートを製造しています。こちらとこちらは違う。そうですね、違う。スプルスっていう柔らかい材料になるんですけれども、こちらが奈良といって硬い材料になります。まあ、全部一緒に見えます。種類があるんですね。あります、あります、はい、そうなの。この木材が運ばれてきてしばらく寝かされるということなんですけど、はい、今これ寝かしてるってことですか？はい。タメちゃん、タメちゃん、どのぐらいの期間だと思います？どのぐらい？ちなみにどれぐらい寝るの？私はもう8時間ぐらい。結構しっかりだって24畳全部ここでやってるってことですよね。早持っていいかな、はい、どう？まあ1週間ぐらい。うん、寝かしとけば。もうちょいちゃう。でも2週間ぐらい。2週間ぐらい。どうです？寝てる時間1年ぐらいありますね。1年、はい、それ乾燥も、乾燥も含めます。で、水分が多い状態でスライスしたり加工したりっていうことをすると、うんうん、板材自体がひよったり暴れたりしてしまうんですね、うんうん、でそうすると使えないところが出てきてしまったり、うん、寝かせて落ち着かせて、うん、なるべく平らで使える状態を、うん、思った以上に木でしたね。なんか木とは聞いてるけど、元これなんだっていうのがびっくりした。今回はですね、はい、大和発動機さんの潜入調査と、うん、後半はボートレース桐生での超実践推移という内容でお送りしたいと思います、うん、そこで潜入調査中に私からクイズをお出しします、うん、それに正解できれば超実践推理の船券購入資金弊社から提供させていただきます。え、超実践推理って今から行って、マジで？そうです。ボートレース桐生に正解しますと500ポイント提供いたします、うん、はい、はい、ちょっと500でテンション下がってない？そんなことない。やっぱあのポイントでやっぱやらしくないようにしてんなって思って言わないでよ、しっかり。ね、ただあのお二人は相談していただいて一つ、あ、はい、あ、なるほど、団体戦というかチーム戦なんですね。そうです、はい、正解ゼロでしたら船券購入は完全自腹で、まあ、1500ポイントしかしかって大変ですけど、ないよくないとこ出た。どっちみち自腹で行くつもりではさらにですね、潜入調査中に、うん、所長が納得するようないいコメントでしたり、鋭い質問してくださった場合は、はい、プラス100ポイントお渡しします。どんどん言ってください、ね、早速第1問です、はい、最初ですのでサービス問題、丸山さんでお答えいただきたいと思います、はい、各レース場はですね、ボートを1年間で入れ替えとなります、うんうん、はい、使用されているボートは65艘前後です、うん、では1年間に製造されている競技用のボートは65艘 ×24 畳分である、丸か×かお答えください。×ちゃう。
罰これを引っ掛けやる60個層全部ボート使うわけじゃないから、ね、50層前後だとした時に65さえあれば、うん、替えはまだ10層、うん、15層ぐらい残ってると思うから、うんはいはい、最初にサービス問題って言ってるからなるほどなこれ、65でプラスアルファ分はもう賄えてるってことか賄えてる私は丸じゃない丸じゃあ丸にします、はい、丸しますかこうじゃあ正解桑原さんお願いします実際に出荷している先というのがあのボートレース場様だけではなくて、はい、レーサーの養成所あ学校の方にも納めさせていただいているので、はいはい、ということで罰なんです罰だとほら罰だった罰だった養成所を使ってるといううわっなんでサービス問題と言ったんですかサービス問題マジ失格ナミちゃん言ってるの持ってんのよ養成所を含むうわそうだそ う, う, だ、ね、そうだ何で練訓練するんですかって手漕ぎボートですかって話いるよ、ね、すっかり養成所のこと忘れてましたそうだわ、はい、じゃあ次、まあ、行きましょうナミちゃんちょっと500ポイント稼いでよなんか野沢さん今日イケメンですね、はい、そんなもんは全然もうポイントならないです通用しないわこういうのはならないですよおすごいおまた木材がわ広いい匂いする木の香りが木の香りするねすごい桑原さんまずどんな手順で作業って進められるんですか、はい、先ほど見ていただいた倉庫にあった木材を板状に加工します加工されたものの中から鋲材だけを取り出して後ろにございます、うんはい、このような長さに全て、まあ、用途に合わせてですね長さに切り分けていますパーツごとに切り分けていってるとそうですね、はい、なるほどここは使えるよねっていう分だけを選別して全て切り分けていく桑原さんが悪いわけじゃないんですけど2割ぐらいしか聞こえてない結構ね、にぎやかなんで後ろが触っていただいて大丈夫ですか、はいこれも使えるんですか外しますあ使いません大きさが違うからね。あ大きさが、ね、形が違いますね。ボートの外観を一番外になる部分、うん、こういうベニヤで貼り付けたり。じゃあボートの上部とかですね。そうです上部ですね。はい、よくね割れるんよこれ。で、うん、あの前座に修正の方がいてるんで、これ当て木にして。綺麗に当てて磨いてくれて分からないようにしてるんですけど結構これはもう頻繁に見てね私あれめっちゃ気になってるんですけどどれどれ気になってるのボートをあちょっと先に見てしまいますか半分だなんでこれこういう感じでねいっぱいこう入ってるから木の種類がもう4種類も違うやん本当だ北米って書いてるわこれの大元の木の状態あこれ下の平板になる前のものですこんなに大きいんだそうです、ね、立派な木ですね、はい、この木材を加工していってこのような部品を貼り合わせて貼り合わせて貼り合わせるんですかそうですへえ実際使う時にはもうちょっと長いものまあまあそうです、ね、こういう長いもので最後にこの厚みに切り出すっていう形になるんですけれどもあとで接着をしながら、うん高さ方向が必要なものは作り出し、そういう形ですね。なるほど。でもなんか一個一個で見ると細いですね。細いですね。木が、ね、もっとごっつい木であると思ったけど、でもこれが重たくなりすぎてボールが跳ねないんでね。ああ、確かにもいいのか。これ見ないと分かんないですよね。まあまあ全体像は分からないよね。ではたまちゃんなみちゃんここで第2問です。ここはいはい。こちらご覧いただいているこのスプルス材、うんはい、こう板をですね。接着剤で圧着くっつけているんですよね、うんはい、言ってましたね合板の圧着作業どのくらいの時間をかけられるでしょうかなんで時間ばっかり聞いてくるどこですかこの真ん中のところなんですよ真ん中のところ中のこの辺ですね中の、はい、真ん中だから一番核になる部分、はいまあ、大事か、大事ちょっと進化していってるんですか変わってますね、はい、進化してるそうです1週間ぐらいかいや、1週間はさすがに早いってするけどだってボートで今瞬間接着剤とかもあんねんでもあれよボートの一番核の部分でまあな1週間ぐらいどうじゃあ1週間でいこう1週間で桑原さん答えをお願いします答えは1日でしたいや1日そうなんですけど桑原さんにはそうしたじゃあ次に行きましょうほらほらだんだんほら水流が出てるよ
まだ部品なんですね。うわ、木だけの形じゃなくなってきた。はい、だんだん。こちらがですね、はい、部品の段階での、組み立て工程になります。横に入ってた骨なんですけど、こういうフレームっていう部品も組み立てます。なんか手作業でされてるんですね。そうです、手作業で、はい、組み立てています。こちらがトランサムっていうコートの、はい、一番後ろになる部品になりますね。手作業ね。みなちゃんのボートに近づいてる感じですね。奥に行くにつれてボートが出来上がってきてるね。そうそうね。はい、ちょっと見てみて、ほら、徳山。本当徳山。取引先。徳山に送られる数量65。これあれやわ、修理用の部品とかね。いっぱいあるよ、ほら、小島とか。8番から3番まで各フレームがここに必要な上下がってるんですけども、重い軽い、はいはい、軽い重い、はいはいはい、重い軽い、はいはい、軽い重い、はいはい、重さを軽い順から重い順からっていう並べでここに下げるんですよ。手前から全部持っていけば一番軽いもの、一番重いもの、一番軽いものっていう作りになります。木材でプラマイ 100g というところを狙って加工してますので、まあ中間段階でも質量の管理っていうのをやるために、だからこういう風にして振り分けてやってるんですね。はい、重いボートには軽いものを、軽いボートには重いものをっていうような形で、そこで重量調整をしてます。すごいね。これはもう形見て分かりません。あそこの部分ですね。上です。上だよ。デッキの部分です。はいはい、これがよく割れるんね。ちょっと接触したら割れる。薄いですもんね。薄いしかないかな。薄いですね。そう、もうペランペランなんで。めっちゃ触ってる。全然大丈夫。確かになんかちょっとでも衝撃受けたら割れちゃいそうぐらいな、うん、でも軽さも大事やもんな、ボートは。いいね。うわぁ、ほんまや。ほらほら、いよいよ出来上がってきたよ。おちょっとあの映像を撮ってもらった方がいいよ。そうですね。あれは何をしてる、はい、部品に出来上がったものを今度はこちらでボートの形状に組み立てています。一番最初の組み立てている状態ですね。正面に見えるようなこれが、はい、これがここの工程の完成になります。一度塗装に入れますね。これもあるんですね。これも防水とかもされてるんですか。はい、防水されてます。あの色塗って防水して。すごいね。思った以上に空洞ですね。そうですね。そうですね。最終的にはここはもう相当バーが付くんでね。こっから先は、はい、多分これ切るんやろ。あゴムが付く。ゴムを付ける。組み立て2って書いてるね。そうですね。うわ、お開いてるって言ってたとこ。はい、開いてる。うわすごい。まずはこちらの工程になりますね。あ、これハンガで削ってるよ。あ、うわだ。パールの部分が多いので手作業だ。感覚やね、これ感覚ですね。カンナで削るのあれ修行どれぐらいいりますか。早い人で3ヶ月大事よね、そう思ったら、ね、この滑らかさめっちゃいりますよね。めっちゃ大事。最後に大きな板を貼り合わせますんで、まっすぐでないといろいろ隙間が出たり、ちゃんと接着されなかったりっていうことになっちゃいますので、職人技、うん、職人技、本当、はい、切られたやつがあるよ。あ、はい、これがそうよね。下がついて、ここ切られて、上が貼られて、もうほぼ完成形に近い。ここもよく割れるんです。だからここに補助のゴムがついてるんですよね。ここにゴムがついて、これをすぐ割れないように。危ないし、はいはい、すぐ割れるじゃないですか。だんだんボートの原油が見えてきたよ。見えてきましたね。で出来上がってボートが今度ひっくり返った状態ですね。ひっくり返した。そうです、裏側です。最後にこの滑走面っていうのを仕上げる工程になります。いっぱいあるよ。たくさんこれぐらい貼り付けなあかんねん。確かにこんなにやるんですね、うん、最終的にここの部分板パチッと貼っちゃうんですか。そうですね、はい、手加工で修正をした上で板を貼ってっていう形になります、ね、そこまで手作業が入るんですか。そうです、そうです、はい、ボートって ここの部分が大事なんでね。ステップ、この後ろが、そうですね、うん、一番大事なんですよ。こっちは言ったらボート浮いてる状態なんで、はい、ここで、うん、ここで跳ねて
ここは絶えずこうパタパタ浮いてるんで、はいはい、後ろが大事なんです。そうか、チルト跳ねると どれぐらいになるんですか、接地面。チルト跳ねたらこの辺まで浮いてくれるのが理想かな、言ったらステップぐらいまで、ここら辺ぐらいまで浮かない、理想通常は。だいたい1日に8できれば。おお、え、思ったよりできる。だって気1年寝かしてんのよ。ねえ、そこのだからトータルで見たら寝かせる作業が一番長いってことですか。長いですね。そうなんだ、はい、正直やっぱボートの上に乗ってる人しか見てなかったから。いや、私もそのなんか横にゴムとかもあんま見てなかったかも、うん、やっぱり花形はやっぱ乗ってる人のイメージはまだ変わらんけど、こういうのがあるからそれがあるってことってことですよね。1年間使っていけば不思議なもので、こんだけ精密に手作業やってくれてもボートの良し悪しっていうのが出てくるわけやから、生き物木やからやっぱ使っていくうちにやっぱ歪みとか出てますよね。出ますね。その良し悪しがやっぱりそういうのに結果的には差が出てくるっていう、でも出荷段階では均一に保ってくれてるってことですね。え、ここまででどんぐらいかかってるんですか、期間的には。一番最初の工程だけで約3時間、うん、次に上を張ってるものだけで今3時間、3時間ぐらいかかるかな。ではここで第3問です、はい、ボートは製造開始から塗装をして完成までにどのくらいの期間がかかるでしょうか。完成まで、だって今ね、だいたい1日で8個できたらいいって言ってたよ、うん、まあ、トップラス塗装ってことですね。そうですね、プラス塗装、そっか、さっきのは塗装なしでってことか。まだ乾かす日数よ、多分。はいはい、なるほどね。マニキュアだってね、そうや、こんなちっちゃい爪でそんないっぱい塗るの。そうだよね。まあ言うて3日ちゃう。おお、ちょっとここはもうたまに塗るわ。1日塗るのに3層に分けてると思う。はいはいはい、で1日乾かし1日乾かし1日乾かしの3日、はい、3日度、はい、ということですね、はい、では桑原さん正解をお願いします。お願いします。約4ヶ月から半年。だってこれなんか1日ぐらいでみたいな、はい、急にの。ちなみにですもういきなり組み上げ出してからはどれぐらいになります。組み上げ出してからでだけででもですね、まあ約1ヶ月ぐらい。4工程入りますんで。ちょっともう分かんないよ。それだけで4工程あるから。そうですね、塗料を乾かさなきゃいけない時間とか、うん、手をつけられない時間っていうのもあるので、うん、なります、ね、質問が悪いです。分かんないですよ、そう言われたって。ちょっと難しい。桑原さんが一番難しい。ちょっと同情するわ、さすがに。4ヶ月じゃあ100ポイントください。ここまで3問ありましたけれども、うん、残念ながら正解はゼロ。いや、難しすぎる。うん、むずい。むずい。まだまだエンジンのところもあるわけですからね。そうですね。まだこれから続きますので、うん、楽しみに。さあ、弊社史上初ボートレース場での実践推理です。やったー。ようやく。嬉しい。ここに来たかったんですよ。ここに来たかったの。いや、もうレース場にテンション上がるよね。めっちゃ上がりますね。本日ですね、ボートレース桐生にて、はい、ビーナスシリーズ第7戦、うん、第17回マクール杯3日目が行われております、はいはい、では早速場内行きますか。はい、やってどうですか。全然違う。こっち歩いてみて、うん、違和感。違和感。そっか、走ってたからですもんね。桐生はどうでした今まで。僕で成績良かったんです。おー、相性も。相性良かったです。すごい音がやっぱり水面近い気がする。近いだね、一番見やすいですね。ハンドル切り出しが大体この辺なんですよ。この辺からハンドル切り出すんですよ。みんな向こうと思ってるでしょ、はい、切り出しはここなんですよ。ちょっと手前なんですね。ですよくハンドル切り見えるでしょ。この辺はほら回してこういうところ見てもらったら試運転とかすごい分かりやすいですよね。それでもやっぱここで学ばんかったら分からんかったよな。いや、そうですね。綺麗、綺麗ですよね。めっちゃ綺麗。あ、手振ってる方。なんか本当。え、野添さんがいますよ。いや、いらんで。東京行ってる。ずっと影響だから。野添探偵社見てますか。野添番組で見てます。ああ、私がないと生きていけないんですよ。すごい。あ、ステッカー。ステッカーある。どうぞ、ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。野添探偵社を見てください。見てください。お願いします。桐生の水面特性とかはどうですか。基本的に回転が上がらないレース場でスタートが難しいっていうのと、カテラ調整も悪いエンジンだったらゾーンが狭くて難しい。あ、結構ボート
ーターもかなり重要に差がすごい、モーター差が、うん、イメージはありますね。まあ向かいじゃないですか、スタートが届かないんですよ、全国でもトップクラス、まあ、音が低いよね、ここは気圧が低いで、もうほぼ1000超えることがないでしょ。やっぱ 最初の回転がめちゃめちゃ上がりにくいんで、結果的にこうコート聞いても低いよと伸びるという、右足の延長線上で伸びていくみたいな感じですね、ここは。なんでスタートの凹凸がこうよくあったりするんで、ましては助手線なんでね。私昨日あの2日目見てたんですけど、満州6本あったんで、ね、そういうのかも、見てたの安いのかというイメージがあるね。あ、これは何レースの人が走ってるんですか。これ試運転だから、ペラ調整して感触を確かめて、でまた人と足の比較したりして、はい、人戻ってまたペラ調整、レースまでにする。本場にいるからこそスタート点時ここ見てもよりね、確かに本当にそれもうついに一緒にできる。これから第7レースの展示構想が始まります。待ってました。このレースを推理してみましょう。はい、はい、まずピット周りから見てもらうとダメですね、これは。はい、そうだそうだ、うん、これピット周りの優劣っていうのはすごく大事なんでね、今ボートレースにとっては、はい、本番もピット周りの優劣が大体想像つくと。あっち行っとかなあかんかったってこと。いや、ここからでも見て分かるから、映像でもいいんで、遅れてる人、出る人、はい、そういうのはちゃんとこのスタートレンジから見とかなダメですね。見逃してるわ。え、なんでってすごい言ってる気がする。まあよくあるよね、ファンの方。桐生の場合は斜めに出るんで、展示の6号艇とか比較的ピット周りがいいんで、バーン出ちゃうんですよ、はい、ただ本番出ない、そこまで。まっすぐなんで、こう高角度ついてるのが出てるように見えるんですよね、映像上、はいはいはい、こうなったらそうでもない。これ5番出てるね、2番と5番、やっぱり勝浦選手、勝浦真帆選手すごい。昨日一昨日で1着取ってる。おお、これ周回展示見よう。周回展示、やっぱり5番もいいし、ちょっと樋口さんが重たいなって、深山さんが案外良さそうかなって。おやっぱ5番はいいね。おお、やっぱ勝浦選手、そうか、堀さん、うん、だったらやっぱ1号とか気になってくるよね。気になりますね。案外これ加藤さんもね、思い切ったレースするんでね、勝浦さんが行き切ってくれたら面白いと思います。おお、ちょっと食い込んでくるか。早川さん、ここは私たちは自腹なんでしたっけ。ゼロポイントですので。なるほど、自腹か。私はぴったり1000円しかないの。え、明日給料日なんですよ、私。そうなんです。明日給料日。それは本職の。いや、違います。バイトの今そこ、今そこのそこでしょ。増やすなら勝浦選手。一瞬スリット手前でちょっと出だしませんより良さそうな感じでした。おー、スタートこれ本番も思い切って08ぐらいいけたら展開的には面白いとは思うけどね。はあ、勝浦選手昨日6コースから。いや、ここはね、6コースはすごいですよ、スタート最近。あ、キーが出た。やっぱりもうハチス選手が圧倒的、全部赤色。1、2よりも1、3が売れるよね、選手的に。あ、1、2、5、6、この4つを上手に組み合わせて。おー、1、2、5、6を手をついてるからね、だって。はい。いやー、ドキドキする。2回目ドキドキ。やばいやばい、時間が全然ない。ちょっと樋口選手さすがに切れないか。ちょっと一発目なんでちょっと抑えめに。これ使っていく。え、貸してくれるんですか。視聴者さんですか。はい、え、ちょっと視聴者さんいらっしゃいました。え、じゃちょっとこれちょっと今一瞬借りていいですか。1、2、6だ。1、2、6買おうと思ってたんです。やりました。え、
どうぞ、ありがとうございます。ありがとうございます。よっしゃ、ありがとうございます。ちょっと自分の予想した目とサイコロの目が一緒は、これはあるんじゃないですか。余った126、余った200いきます。いや、券売機で買うの初めてなんですよ。すごい嬉しい。 ありがとうございました。絶対当てるぞ。マークカードをお入れください。やばい。金額を入力し、最後に円を金額が正しく記入されていません。危な。金額を、何買ったんですか。これ135。ちょっとあと 100円貸しや。135。お父さんに乗りたい。135。5玉買ったんですか。私5玉でも買ってます。うわすごい面白い。私は2着までにしちゃったな。なるほど。でも私全部100円ずつとかで。はいはい、100円です。そう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 。当たった場合はそれはもらえるんですかね。ちょっとそこをもちろん。やった。うっしゃ。やった。うわマジで本当にもらえるんですか。いやマジでもっと頑張っとけばよかった。そうだよ。悔しい。本当に悔しい。あんなに色塗ったの。どう推理したか聞いてみましょう。ナミ、うん、ちゃんは10点しっかり買わせていただきまして、15折り返しの流し、561651、6頭も購入させていただきました。これ6頭来たら結構そうだね。熱いですね。福留ちゃんのあれやってるね。流してるんやね。流しました。ちょっとやっぱ3着トイレット3着から流せちょっともう始まるからちょっと先言わせてもらう、はい、私はすごい簡単です、はい、色ついてるとこ1、2、5、2、5、6、はい、を買いまして、このプラスで買ったのは、はい、先視聴者さんに、うん、あのなんか出目がいっぱい書いてあるサイコロを貸してもらう、はいはいはい、それ出た出目です、はい、私は12552と13553で、はい、それな、なんでですか。やっぱり1頭とやっぱ23がどう食い込んでくるかっていうところで、うん、なるほど、してみました。始まりましたよ。あー見ましょう見ましょう。126来たら私もサイコロ買うわサイコロ買うまずスタートよね、キリは本当に、はい、そうですね。もうとにかく難しいと、うん、冒頭ですが展開っていうのがあるからね。展開か、気づいてなかった。色だけでちょっと早めに起こしたね。3番樋口選手頼むよ。頼む。これ揃うね。あ揃った。あっあっあっ、あ、ちょっと、ま、バックする、バックする、バックする。これ釣ったらまだ5番にもあるけどね。135は樋口選手なんで色ついてない。あ、これきつい。あ、どうですか。きついきつい、5番きつい。4、うわ、4だ。ねえ、島選手色ついてない。いや、でも実力があるから。色は先攻めしたからね、1コーナーね。でも今のバクっとかなあかん展開やから、あれで捕まるっていうのはやっぱりちょっと足は弱いかな。まあ、振り切れなかったのはやっぱモーターと合ってない。弱くても2着なんや。どういうこと。そういうこと。弱かったら、弱かったら6着じゃないんですか。そういうこと。勝村選手6着なんでや。もう2マークが迷ったのが全てですね。色ついてた。追い風でやっぱりどうしても流れやすいんでね、うん、悩んじゃうと引き波乗っちゃいますよね。樋口選手が2着まで浮上してきたのは、まあ、1コーナー攻めて、はい、本来なら1着のパターンなんですけど、はい、もう8さんでバックスイッチ追いつかれてるんでね、はい、足はちょっとテンプクで落ちてるのかなっていう、うん、あまくったかなって。もう完全にまくり切ってる展開ですよね今のは。ナミちゃん今回いかがでしたか。目の前で外れると結構きついものはありますが、でもね、野添さんっていうね、強い、心強い味方がいるんで、そうなんですね。ちょっとね、次回もすごい楽しみです。はい、たまちゃんはもう私はですね、うん、次に期待しててくださいっていう感じです。おお、野添さんの口から宝石がいっぱい出てるのを見逃してた。しっかりそれ掴んでいこうと思います。じゃあまた、工場見学から実践整理、充実してましたね。はい。昨日より深いですよ、あなたに。